マクシミリアン・カール・フォン・トゥルン・ウント・タクシスは、トゥルン・ウント・タクシス公、トゥルン・ウント・タクシス郵便総裁。トゥルン・ウント・タクシス公カール・アレクサンダーとその妻で、メクレンブルク・シュトレーリッツ対抗カール2世の娘、テレーゼとの間の次男として、ザンクト・エメラム修道院宮殿で生まれた。1827年に、父が亡くなると、公爵家課長及びフランクフルト・アムマインに本社を置く。 トゥルンウントタクシス郵便の総裁を引き継いだ。1866年にフランクフルト自由史がプロイセン王国に併合されると、翌1867年7月1日、金銭的保証と引き換えにトゥルンウントタクシス郵便をプロイセン政府に売却することを余儀なくされ、トゥルンウントタクシス家によるヨーロッパ郵便網の独占支配は終わった。この事業は翌年正月から、 北ドイツ連邦郵便として再スタートした。1828年8月24日、レーゲンスブルクでプロイセンの高級官僚、エルンスト・フォンデルンベルク男爵の娘ビルヘルミーネと結婚した。夫妻は、四次のマクシミリアン・アントンを含む5人の子女を設けたが、ビルヘルミーネは1835年に亡くなった。百三十九年一月十四日、 エッティンゲンで、エッティンゲン・エッティンゲン公を呼び、エッティンゲン・シュピール・ベルク公、アロイス三世の娘、マティルデ・ゾフィーと結婚し、マに十二人の子場を設けた。